こんばんは、桜井よしこです。言論テレビは毎週金曜日夜9時の生放送であります。さて今夜はですね、皇室問題から憲法改正まで幅広く論じたいと思います。早速お客様をご紹介いたしましょう。武田恒康さんです。こんばんは。こんばんは。武田さんがコロナにかかられたということで、本当は先週お約束していたんですが、そうですね、もうお加減はよろしいですか？はい、本当幸いのことに軽症で済んだもんですから、はい、熱が2日間出ただけで、何度くらいまで出ました？一番上で39度でしたので、それでも大したことなかったんですね。はい、もう3日目から平熱になりまして、はい、ただ味覚がですね、はい、4日間ぐらいでしたけども、おかしくなりまして。旨味と苦味を感じなくなっちゃったんですね。なるほど、それってどんな感じなんですかね。なんかビールが、もう炭酸水飲んでるみたいな感じで、もうどんどん飲めちゃって、あれと思ったら苦くないなと思って、それで気づいたんですけども、コーヒーもなんか苦くないですし、あと旨味を感じないので、スープとかラーメンとかはですね、なんか全然塩っ気はするんですけども、香りはするんだけど味がしないという。美味しくないわね。もう全く美味しくないんですよ。あ、そうですか。これ中にはもう長い間ね、味覚戻らない人もいるということも聞きますけれども、もう3、4日だけでしたけれども、ちょっと怖かったですね。そうですね。はい、こういう本が出ました。秋篠宮という、これ想定も何もないシンプルなことで、秋篠宮、ここにですね、皇族である前に一人の人間であって。私にとって自由とは頭の中の自由が一番大切になりますと、こちらは鍵括弧付きなんですけども、この本が出ました。はい、でこれ毎日新聞のですね、江守啓二さんという毎日を辞めた方が今年3月辞めて、そして今年その後にすぐ出した本なんですけども、はい、この本をお読みになりまして、はい、どんなお感じお持ちでいらっしゃいますか？立ち読み程度でいいのかなという感じです。ただね、この方はなんか奥様とのご縁で、川島さんとのご縁で、宮様とも昔から直接会話をする間柄だったということと、はい、なんか37回ぐらいインタビューして、すごいですね。でそのまさに小室さんの問題とかの渦中でもインタビューしていて、その時の殿下のお言葉が書かれていますから、さすがに嘘偽りで書いてることはないと思うので、多分殿下がおっしゃったことが書かれていると思うんですけども、それは第1章ですかね、これはある意味貴重な資料なのかなと思うんですが、全体として見ると、決してこれちょっと難しいんですけども、これ右からも左からも叩かれてる本でして、右左というか、その反秋篠宮みたいなグループがありまして、はい、そういう方からすると、はい、こう宮様を擁護しているってわけですよね。で逆に宮様を お守りしなきゃっていう私のような立場からするとですね、はい、なんか一応そういう小室さんの話題から入ってるけども、結局は自由だ人権だみたいな皇室を弱体化する方向の話をするための出汁に使ってるだけという感じで、そういう違和感も感じるので、多分右からも左からもというか、新反っていうとちょっと分かる、新秋篠宮、反秋篠宮という言葉はちょっと適切かどうか分かりませんですが、今特にネット上で宮様を守んなきゃというグループと、この秋篠宮だけを排除しろみたいな、ものすごいなんかSNS 上で言論のバトルがあるんですね。あ、そうなんですか。はい、ですからその両方から批判されている本になっているという、珍しい本ですね。そうなんですね。憲法の下でという章なんかは、もう江守さん自身のその、お考えがもう中心になって書かれていて、はい、あたかもその秋篠宮殿下がですね、憲法改正はいけませんというふうにおっしゃってるかのような書きぶりですけども、違うんですよね。一番最後の部分は非常に悪質な誘導でして、つまり天皇陛下も憲法遵守とおっしゃった、で秋篠宮殿下も憲法遵守とおっしゃった。はい、でそれは当然のことで、当たり前ですよね。私だって憲法遵守ですし、ましてや天皇陛下や皇族方は憲法なんか破れなんてものがおっしゃるわけないわけですね。ところがそこから先なんですけど、この江守さんが、ということは天皇陛下も秋篠宮殿下も護憲だとなるわけですよ。別にだって憲法改正条項は憲法の中にあるわけですから、つまりもしこの憲法の条項が時代遅れになったり、もしくは国民にとって足かせになるようなことがあれば、それは躊躇躇なく変えなさいというメッセージなわけで、ですから天皇陛下とか宮様が憲法遵守っておっしゃったのをいいことに、皇族は護憲だと。いうのがこの本の結論になっちゃって。そしてこう書いてあるのよ。首相や大臣たち、それに国会議員たちは憲法を改正しますと軽々しく発言してはならないはずだと、私たちは憲法を守ります、改正しませんと国民に宣言すべきだって書いてある、でその根拠が宮様が遵守とおっしゃってるっていう、もう全然支離滅裂でこれ何回までするのかなというのが、ちょっと普通ですともう2回目落ちたらもう事務所クビになるんじゃないかとかも言われてたぐらいですけど、また3回目やるということで、でどのビザでっていうのもまだよく分かってないんですが、もういよいよビザが切れるんじゃないかということも言われてますので、3回目で通らないと、もう在留資格の観点でもう帰国せざるを得ないという可能性が指摘されてますよね。ただもう民間人におなり遊ばしましたので、ですから個人ではないので、どうお過ごしになるかはですね、本来国民がああだこうだ言う必要もないんですけども、ただ私気になっているのは先ほど申し上げた通り、その SNS とかで、もう見なきゃいいとか無視すりゃいいというと簡単なんですが、結構 SNS の影響力っていうのもありますので、このもうそれこそ反秋篠宮と新秋篠宮でものすごいひどい乱闘が起きてるんですよね。でそれが例えば皇室に対する、その小室さん憎しから眞子さま憎しになり、それがお父様秋篠宮殿下に対する批判になり、でこれがですね、例えば愛子天皇待望論とかですね、だからこんなめちゃくちゃなね、家庭で育った息子は将来まともな天皇にならないとかなんとか言って、もう愛子様こそ天皇にみたいな、だからそういう変なですね、うねりみたいなものが起き始めているのをちょっとすごい怖いなと思ってるんです。だから専守防衛なんて言ったらね、みんなすごく平和的なことだと思ってるんですよね。こっちが侵略しないんだから、ただひたすら守るんだからって。でも専守防衛の典型がウクライナですよね。そうです。だって守るだけなんだから、攻撃用の兵器が今供給されているとはいえ、ロシア本土には攻撃はしないわけで、それだけの長い射程のミサイルなんかアメリカも渡さないと言ってるわけですね。だから攻撃された、それを防ぐ、入ってきた軍隊をやっつける、そういう意味の戦いをしていて、これはもっぱら守るための戦いで、どれだけの国民の犠牲、それから都市が破壊されて、その教会でも病院でも学校でもみんな壊されているという、もうどんな被害が出ているかということが私たちの目の前に広がっていて、これが専守防衛の実態なんですよということでしょ。そうですね。しかも昔だったら、飛行機同士で「あ撃たれた」って言って「じゃあ」っていうことができたんですけど、今撃たれた瞬間死ぬんですよね。だから「選手」って言ってる時点で相手が撃ったらもう死んじゃう。これ実際私羽田空港の近くにですね、戦闘機のシミュレーターの会社がありまして、そこで元自衛隊のパイロットが教えてくれて、私よく行って空中戦闘訓練してもらってるんですね。なさったの？すごい。してもらっているということは現在進行形ですか？ちょこちょこ行って空中戦闘トレーニングしてもらってるんですよ。なんで？楽しくて。楽しくて。そうするとですね、パイロットになるとかってことではないんです。やっぱりもともと乗り物が好きということと、あと最先端の戦闘機の能力ってどんなものかなっていうのをやっぱり知りたくて行ってたら面白くて、友達と一緒に行ってよく空中戦するんですけども、F16 と F35 と F18 で3機とかでやるとですね、もう撃たれた瞬間、もう撃たせたら終わりなんですね。もう撃たれたら終わりなんですよ。だからもう専守防衛なんてことはなくて、だからもう撃たれる距離に入った瞬間やられますから、その距離に入んないようにしなきゃいけないので、昔のような近接でこんなものはできなくて、もう見えてなくてもレーダーであーっていった瞬間も撃たれた、あーもう当たっちゃうんですよね。一応回避はいろいろやるんですけども、基本撃たれたら終わりなんですよ。だからもう専守防衛なんていうのは戦前の話で、撃たれたら終わりですから、だから自衛官かわいそうですよ。何かあったらまずお前撃たれて死んでこいと、うん、そしたら他のやつが次、うん、出ていくからっていう話ですから、うん、こんなむごい話ないわけですから。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度、もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられている。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、櫻井キャスターの「君の一歩が明日を変える」と、花田編集長の「右向け右」の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに櫻井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。櫻井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、櫻井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。櫻井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、しかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは「今聞きたいことを聞きたい人に聞く」。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は櫻井よし子の「君の一歩が明日を変える」、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。